カナダメソジスト教会は1884年に成立したカナダのキリスト教合同教会である。この教会は18世紀からカナダ東海岸とセントローレンス川の北側で活動していた最も古いメソジストの教団の流れを受け継いでいる。その後、カナダメソジスト教会はカナダ長老派教会からさらなる合同のための申し込みを受けた。 長老派教会もまたメソジスト派に先行して1875年には合同していた。こうした話し合いは最終的に1925年のカナダ合同教会の発足へと帰結した。この教会は長年カナダにおける最大のプロテスタント教派であったが近年は信徒の数は急速に減少している。メトロポリタンウェスレーメソジスト教会。 1896年1766年にカナダのニューファンドランド島に最初にイギリスのメソジスト運動を広めたのはロレンス・コーランという平身とであった。それから5年後、イギリス生まれでのバスコシア育ちのウィリアム・ブラックがカナダ園海州で伝道を始めた。この活動はやがて1800年にイギリスウェスレアンの指導の下に行われるようになった。他方、 1971年にはアッパーカナダにおいてウィリアム・ルーズの指導の下アメリカのメソジスト監督協会がイギリス系移民たちへの伝道を開始した。このアメリカの協会ができたのは1784年のクリスマスの日であった。1828年まではこのカナダの協会の活動は公式にはアメリカのメソジスト監督協会と結びついていた。けれども、 1833年にはその大半の人たちがイギリス・ウェスレアンと共にカナダ・ウェスレアン・メソジスト教会を設立させることにした。この教会には1854年にローワーカナダのメソジストたちも参加している。一方、このウェスレアン教会に参加しなかった人たちは1834年にカナダ・メソジスト監督教会を改めて作ることにした。 この教会は徐々に拡大し、その後カナダで2番目に大きなメソジスト派の組織になった。翻って、ウェスレアン・メソジスト教会の方は、1874年にメソジスト派、ニューコネクション教会と東部営業アメリカのウェスレアン・メソジスト会議と一緒に合同した。この時点で、名称はすでにカナダ・メソジスト教会であった。1884年、 ついにこの教会は、カナダメソジスト監督協会と、カナダ原始メソジスト協会と合同し、カナダ最大のプロテスタント系教派となるメソジスト協会を形成した。ここに至ってこの教会は一部の例外を除いて、カナダにおけるすべてのメソジストを包括する組織となった。なお、これに加わらなかったのは、イギリスメソジスト監督協会、ドイツ語話者の団体、それから、 フリーメソジスト協会である。トロント大学、ビクトリアカレッジ1925年に、カナダメソジスト協会と、カナダ長老派協会の70%、カナダ改修派協会の96%が参加して、カナダ合同協会が発足した。メソジスト協会には、イートン家やマッセイ家のような名の知れた、資産家がおり、トロント大学、ビクトリアカレッジの支援者となっていた。 このカレッジはかつても今持ち的な厳格さにおいてトロント大学の新柱でありカナダの指導者や有名な思想家を多数輩出している。メソジストの信者は必ずしもカナダ人の英語話者やトロント市民ばかりではなかった。けれども一般にオンタリオ州南部ではとりわけトロント市ではその政治的社会的影響力のおかげで中は冗談で メソジストのローマといったあだ名が長い間トロントについていた。市内のメトロポリタンメソジスト教会についてもメソジスト派の大聖堂という呼び回しがあった。20世紀に合同教会が報じた理想はとりわけメソジスト派の思想であった。そうした価値観は聖書を重視する他のプロテスタント系教派とも結びついていたが、禁酒や安息日の徹底、女性の権利、 先住民への不教などはメソジスト的であった。1925年にカナダのメソジスト派はその故障をやめてしまい、また合同協会の多くの人たちも今ではその呼び方について全く意識していないが、しかしカナダで最も重要なメソジストであるエジャートン・ライアーソンのように大学や書記官の名を通して記憶されているものもある。例えばライアーソン大学。 ライアーソン出版、無数にあるライアーソン協会などである。ありがとうございます。